平均的な日本人の骨格から推察する一番好成績を残しやすい陸上競技は何だと思いますか？だって。どうだろうね。日本人の骨格から平均的なってこと？一番成績残しやすいか。どうだろうな。どうだろうな。意外と幅跳びとかかなと思うけどね。幅跳び世界の記録も伸びてないし、意外とチャンスあるんじゃないかなと思うけどね。まあ、400メートルハードルも世界的にその速い選手があまりその競技を選ばないっていうことからすると成績残しやすいだろうなとは思うね。それが狙い目なんじゃないですかね。勝ちたかったら登録しとけ。